おはようございます、こんにちは。今日もですね、曇りで、非常に涼しい風が吹いていますけども、もう肌がサラサラで気持ちいいですね。今回ですね、もう本当に皆さん憧れているモンブランですね。このボールペン非常に心地がいいので、またじっくりとですね、その心地よい時間に味わってみたいと思います。ぜひですね、これはですね、高級でありながら、店頭で本当に試し書きですね、してほしいなという一緒に味わってみましょう。いつもペンをですね、こういったところに刺しています。そしてさっと取り出して、何か感じたことを書き留めということをしています。こういうところに刺していると非常におしゃれ感がありますよね。はい、今回はモンブランボールペンですね。非常に美しいですね。こういう和の空間とですね、品のあるモンブランは非常に合いますね。本当に長年愛用していますので、よく見るとですね、結構傷が入ってますが、こういうのも大切な勲章にもなりますね。時折ですね、磨いて、こういうところのすれとかですね、手入れをしてます。その手入れする時間もまた心地いいですよね。実に美しい。少し味わってみましょうか。今回もノートはダイソーですね。毎回出てくる書きやすいリングノート、方眼30枚、これ本当におすすめで、同じものを買いましたよという方がコメントしてきました。ちょっと さらっと書いてみましょうか。この方眼紙はですね、もう私は3冊目になりますね。紙質がやはりいいですよね。まずは非常に静かな芯の送り差しですね。最近ちょっと縦書きにハマっていますので、縦書きに書きます。今感じたことをちょっと書き留めたいと思います。どうしましょうかね。タイトルは夏。夏待ち日々という形で書きましたね。何かこうしてですね、言葉を選びながら、過ごす時間っていうのも非常に楽しいものです。梅雨という涼しげな時間、を大切に。今ですね、仕事で追われて
梅雨というものですね、なかなかじっくりと、味わうことはなかったんですけど、今年はですね、まあいろいろゆっくりとですね、この味わうということをしてみたいなと思っています。そのためにはですね、毎朝朝ノートで書いている時間を止めるということを、まあ、意識してですね、歩いたりして何か眺めたりしています。こういう音の体に吸収される、指の積み重ね、ちょうど日本の文字というのは止めとか跳ねとかありますので、それがですね、まあ私の場合はジェットストリームとか他のサラサラなペンとか紙質の場合ですね、この止めがあまり止まらない、サラサラすぎるというのがあってあまり好みじゃないですよね。そのためこのボールペンモンブランはですね、ヌメット感があるインクなのでグッと止まったりまたかすれたり、そういう線が描けますので、まあ、鉛筆のような感覚で描いています。そしてこういう、まあ、文字のですね、段落っていうんでしょうかね、こういうのもまたパッと見てですね、絵的に美しいなと感じるのもいいですよね。こういう感じです。ただ単に上を揃えるのではなしに何かこういうリズムをとってですね、書くちょっと意識したり楽しんだりしています。この日々を味わうということですね、非常に特にまあこの1年2年は強く意識してますね。この日々を味わうというのはですね、私の中でもいろんな、試していることがたくさんあってですね、でそれはまあ気持ちいいものと、まあ、自分に合わなくて気持ち悪いものはやめて、やめてすぐやめる、そういう気持ちいいものを、まあ、集めていってそれを、自分の体に吸収させる、そうすることによって、心とかですね、何かこうクリアになっていく感じがしています。それはこの文字を書くっていうのもですね、私にとっては非常に大切なことで、まあ考えて生み出す、あるいはポッと、出てくること、それに今ハッとさせられる時もよくありますね。でそこから人生観とか本当に今身近なことですけども、そういうのが少しずつ変わっていったり、また人の接し方というものも、感じて、まあ、優しくなれたりもするのかなと思っています。そしてこの日々を味わうで、まあ、これはですね、まあ、草花鳥もそうですね、そしてまた、落ちている、まあ、石もそうですね、
るいは、雑草でさえも何か美を感じたりして、やはり光が大切かなと思いますね。この光というのはですね、まあ、カメラをしていることもありますけども、この光が差し込むことによってより、感動に、導いてくれたりして、また自分へのご褒美、感じが分かりますにもなります。こういう、まあ、一つ一つ、毎日毎日幸せと感じることができる、よたくさん作りたいと常に思っています。本当にですね、この静かな時間にゆっくりとゆっくりとこういう言葉を書く、大切なペンと向き合うというのが本当に気持ちがいいですね。私は、まあ、朝ノートも含めて文字を書くというのが大好きで、そして、まあ、文字に触れてる感覚っていうんでしょうかね、そういうものを味わいながら書いています。ぜひ皆さんもですね、大切なペンとですね、本当にこの書く、しかもこの縦書きで書くっていうのもおすすめなので、ぜひやってみてほしいですね。はい、いかがでしょうか。もう空気感非常に最高ですよね。そしてこの鳥の鳴き声も遠くからたくさん聞こえてきます。こういう雰囲気の中ですね、やはりこのモンブラン非常にありますよね。ぜひ皆さん、手に取ってですね、味わってほしいと思います。まあ、いつかは、こういう高級なペン、大切にしたいペン、一生使えるペンというのを、まあ、持っているだけで、でこういうところにね、こういう感じで、よくやるんですけども、で出かけてですね、さっと取り出して、まあ、絵を描いてみたり、何かこう感じたことをですね、ずっと縦書き。のもおっしゃるかなと思います。よく、仕事の、現場にこういう形で持っていますので、まあ、今年はしないので、ね、安心感もですね、そしてまたファッションの一部にもなりますので、素敵な一本ぜひ見つけてみてください。もしこの動画が楽しければいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次。